昇電効果とは温度変化によって有電体の分局が変化する現象を言う。この現象を示す物質は昇電体と呼ばれる。昇電体は圧電効果を示すので圧電体の一種でもある。また、共有電体は必ず昇電体である。電気石は昇電効果を示すことからこの名前が付けられた。なお、パイロエレクトリックは昇電器の他に。 パイロ電気やピロ電気とも訳され、1824年にブルースターによりギリシャ語でファイヤーのイのパイロから名付けられた。電気石や主石酸といった有電体の結晶は、その一部に熱を加え温度を変化させるとその表面の両端に政府に分局された電化が生じる。この現象やこれによって生じる電気を小電気と呼ぶ。なお加熱時にプラスに帯電する端を、 同類端、マイナスに帯電する橋を、異類ンという。1756年、ドイツの物理学者、フランツ・エピヌスによって、初めて確認されたものとされる。昇電体は、温度変化の検出に用いられる。昇電体は、常温でも常に分局しているが、通常は表面にイオンを吸着しているので分局は、観測されない。しかし、 温度の変化によって分局が変化すると変化分を電圧として検出することができる。この性質から温度変化を電圧として取り出す省電素子として用いられる。また、周光レンズと併用することによって赤外線センサに用いられる。省電効果についてトルマリン大調査。ありがとうございます。